今回配信するポケモンはゼルニアスとイベルタルです。特にそのゼルニアスが、まあ、フェアリーって実はその XY で初めて出たタイプなんですけども、それのパッケージのポケモンってどんなポケモンにすればいいんだろうというのはすごい苦労してて、もう実はデザイナーを何人もこう実は回して交換して、いろんなデザイナーがこうそのゼルニアスに挑んで、また形を変えてっていうことでやっと出来上がっていったっていう、すごく珍しいポケモンですね。なんか角が、最終的には角をこう進化獣みたいなものに例えて、ああいう形にしたっていうところが自分はすごく面白いなと思っています。だからね、あのデザインが複雑だと打って変わって、でバトルだとパラメータ同じですよね。なんですか、まあ、あの伝説系はこう対になるのが多かったりとかして、それがまあ、あのね、それによってまあパラメータが似たりする場合も結構あるわけど、うんうん、ただあのあれですよね、そのパラメータ的にはゼルネラスとイベルタルって同じなんですけど、特性がフェアリーオーラ、ダークオーラっていってそれぞれのタイプを強くするので、うん、これが強い、使い方が全然違うんですよ、うん、っていうのがあの2匹のすごく魅力的なところですよね、はい、強いですよね、うん、オーラは、オーラはやっぱり攻撃力が上がるんで、はい、これはもうやっぱり張ったもん勝ちみたいな感じになる、はい、うん、だから、ね、見た目よりも相当その、まあ、見た目のパラメータよりもすごく戦闘力の高いものですね、はい、うん、そんな大注目のポケモン、はい、ゼルニアス、イベルタルが皆さんこの2匹ぜひ受け取って使ってみてください。